こんにちは、札幌占い美容師、早山かしのことです。今回は、カラーをちょっと暗くしたいんですよね。はい今はなんだっけ、リレキアブリーチ1回だ。1回だけします。1回だけして、青を決めたんだ。青じゃなくて、ブルーアッシュレイなんだね。はい、それが分かんないかな。で、この色に今なってて、はい、やる色はなんかこれままだとちょっとあれが顔前にちょっとコントラストがスローライト入れたりとかちょっとまあしていきたいなと思うんで、カラーはそんな感じで上から乗っけます。でハットのスタイルは、ボブにしたいということなんで、もう少し短く、もうちょっと短く。これはね、跳ねるな。ここはなんかくせ毛があるんですか。多分跳ねるでしょ。全体的に癖があるはい、多分あります。ちょっとね、その癖毛もちょっと見ながら内巻きに、まあ、この長さぐらいでボブにしていけたらいいかなと思います。前髪はあんまり組んないかな。で、最後にちょっと軽くパーマかけさせていただくような感じで、プレミアムロットでちょっとパーマかけたいと思うんで、です。よく使うスマホアプリ、ベスト5何ですか。適当で大丈夫です。インスタグラムは使う。あとは女子が使うなんかまとめのなんか美容系の、はい、まとめのアプリね、ありますね。なんか美容とか髪の毛のセットとかさ、そういうファッションのやつ、それを見るんだね。あとはあとツイッター。ツイッターどういう時に使うの。ツイッター暇な時ほとんどつぶやかないです。脳つぶやきで人のやつを見る、なんかまあわかんないけど、自分が興味ある人の、リアットマとかね。ああ、そうなんですね。結構じゃみんな使ってない、ツイッターね。でも今ツイッターよりインスタの方が。そうか、じゃインスタとツイッターがメイン、SNS と。あと LINE はなんか連絡取り合いに使う感じ。LINE が一番多いかも。LINE の次にインスタ。LINE ってさ、なんかさ、登録してる LINE なんちゃうの、 LINE バイトとか、 LINE バイト。ああ、知ってます。あるよね、 LINE バイト。なんか、シール貼り、ああ、なんか高いやつ。あとさ、もう一個あげるとしたら何のアプリですか。スノーとか。ああ、そっか、スノーですか。あ、ねえ、動画って何で撮る。動画ですか。動画もスノーとかで撮る。いや、動画普通のカメラです。ああ、カメラで撮って、なんかアプリではどんなの。撮んないですね。動画っていうものは撮んない、あんまり。動画あんまり撮らないか。撮んないです。なんかいろんなアプリあるからね、最近。カメラ系も。はい、で、今塗り終わりましたので、今度は、3番を入れていきたいと思います。で、3番を入れていくんですけれども、こんな感じの、これ見えてるかな。見えてます、ね、こんな感じ。こうちょっと台形みたいな形に、下に落ちていくラインでちょっと入れていきます。はい、根元塗って、これ3トーンなんで、シルバーの3トーン、根元側つけてください。で、この時にしっかり塗れてないと塗布しづらいんで、ちょっとよく見てくださいね。ホイールワープっていうやり方なんですけど、皆さん大体ぐるぐるぐるってやっちゃうと思うんですけど、あれあんま良くなくて、今ちょっとやったの分かりますかね。これの方がいいです。分かりますか。この方が綺麗にムラなく、ブリーチの時よく、ブリーチの時ね、分かりやすいんですけど、はい、で、前髪今ウィービング取ってない方を入れます。ということは顔周りの方を入れるってことですね。で、塗っていきますが、3トーンなので肌染まるんで気をつけてください。で、あんまり入れないですけど、この辺にまたちょっと取って、はい、皆さんここがポイントです。ウィービングを取ってない方を1、2、3、4で、ウィービングを取ってない方に入れます。こっち、なんでかっていうと中から出していきたいので、表面の方は明るい毛を残したいから、一般的に入れる方と逆に入れる、僕は入れます。で、まあ、こういう場合はもうくるくるってやっちゃった方がいいのでやっちゃいますけど、基本的に
フォームじゃないや、ペーパー滑らしながらやっていくかな。で、ここをまたウィービングを取るんですけど、ウィービング取った方をやらないで、中の方をやります。ここをちょっとシルバーのアディクシーさんで塗っていきます。こういう場合は毛先までホイールワープさせながらくるっとやってテンションかけてパチッと止めます。はい、これで終わりです。大丈夫？はい、先ほどと同様に上からこうかぶしていきたい毛を残してこうですね。で、今度ここでかくって、で、ここがこうワープさせながら塗ってってくるって止めます。で、取った方を止めといて中の方に入れてきます。昔から人見知りだったんですか？はい昔はなかったです。どういうこと？もう人と話せなかった？話せなかった。マジっすか？そんな感じはしないですけどね、うん、そうなんだ、うん、全然わかんないもんですね。結構全然普通にフレンドリーな感じですけど。嘘ですか？はい、あ、本当嘘じゃなくて、全然そんな感じにはしないですけどね。え、じゃあなんかさ、グループとかになってたら苦手？なんか今は違うかもしれない、昔は、うん、ダメでした。グループには入れなかった？入れなかった。あ、そうなんだ、うん、マジか。で、顔周りこれからちょっと増えていくんですけど、一応カラッコで終わりで、根元はラップしなくても大丈夫なんで、ラップなしでちょっとやっていきます。今ので大丈夫ですよ。切りっぱなしがいいんですよね。切りっぱなしも。ちょっとこれ下げます。はい。はい、今さ、これは前下がりっぽいんですよね。あ、そうなんですか。そうそうそう。前下がりっぽいのから伸ばしてるから、うん、本当はね、そのスタイルするとこっち側が短くなるんですけど、うん、ただすごい短くなっちゃうんで。後ろがあんまり切らないでこっち短くするみたいな感じですね、うん、ここがメインの長さになってくるんですよね。ここじゃなくて、ここ見えないよね何言ってるか分かんない。後ろもちょっと切ってほしい。後ろ切ってほしい、うん、そら、じゃあこれ前下がりのラインになっちゃうけど、まあいいか。まあどうでも切れるんで、これが前下がりで、ここはこういう前下がりになってるんですよね、うん、こういうふうになってるんだけど、まあその目標としてるスタイル自体はこういう感じなんですよ。だここが足りてない、うん、全部同じ長さってどうなんですか？全部同じ長さは、ここない感じ。うーん、そうそうそう、ただここが、でここ長くして